うわ、前半調子乗りすぎた。インデックスの悪口を言いすぎたのかもしれない。うちの麦のが最強ってわけよ。はい、ということで今日も京都でやってまいりました。立川はここ高松駅です。今回はとあるのコラボ自動販売機全18箇所回ろうと思うんですけども、自動販売機が全部で18箇所あるのに対して、ほとんどは立川駅周辺にあるんですけど、2箇所だけちょっと離れた場所にあるので、今回この離れた高松駅からスタートしましたということで、8時半から役所の方が空いてるので立川市役所の方に向かいたいと思います。立川の空、立川の電車、立川の英語、立川にいる私たち。一番最初に来た時に13箇所回って7本当たったのね。7種類だね。2回目来た時は全部回って、2回目の時も18箇所回って7本7種類だった。つい2、3週間前に来た時に8箇所回って、いや違う、最後1箇所プラスしたから9箇所回って4本でした。そろそろ全部揃ってるところが見たい。鬼門としては金剛さん、金剛さんが今までだって全部で40本ぐらい買って1本しか出てないから、ウィーハルとサテンさんの缶も1本しか当たってない、うん、金剛さんを早い段階で当てておきたいっていうのが。ここがほら立川市役所で、もうこれのすぐね入り口のところにね浜面がいるんで、浜面もよくねあのチンピラから主人公の一角まで押し上がったもんだよ。一番すごいと思うよ。本当の無能力者だとこいつだから。アクセラレーターが悪いんだこいつ。本当に大進したでしょ。最悪1本目は何でもいいっちゃ何でもいいんだけど、記念すべき1本目。あ、すごい金剛さんだ。今まで1本しか出てないのに今日いけるかもしれない。久しぶりに見た金剛さん。この調子でどんどん行ったりましょう。体育館もね遠いっちゃ遠いんだけど、それよりもねあの立川駅周辺と言いつつね、公園とか酒屋さんのところがなかなかに、酒屋さんが一番全部コンプリートしていくとなると、まあ一缶 200-300ml だとしても、だんだんねリュックがとんでもない重さになって、重いんです。その状態で回ってるからなおのこと遠く感じる。靴も良くないし、ね、クッション性が皆無だ。アスファルトの硬さがダイレクトに来てるから、この体育館のもうほんと入り口ね、入ってすぐ曲がったところに休憩スペースみたいなのがあって、駅から降りてきてすぐ目の前入ってもらえればいいと思うんで。ダーミンサカさん本当に中学生かと思う。能力でごまかしてんだね。これね、サテンさんとユーハラさんが当たってくれるわけね。おお、すげえ、おお、すげえ、すげえ。今回いける、調子でいける、今回いける、当たった当たった、うわー超嬉しい。こんなうまいこといくとは、鬼門であろう。二つがもう手に入ったからね。これはもう今日いけるんじゃないか。今まで揃わなかった八巻が全て揃うかもしれない。ここがね、ほら、泉体育館駅なんでね、立川に戻りましょう。ということでね、今日も京都とやってまいりました、立川ですよ、はいはい、これが本当の立川ということでね、曲がったところに神崎のね、神崎とステイルマグネスくんが、本当にあいつ未成年かという、神崎が、うん、成人とは思えないほど振り回されている。世界に数人しかいないんじゃないの、あんな雑な扱いしていいんか。世界に何人だっけ、20人ぐらいだっけ。限られた成人とは思えない。本当もっと大事にしろよ、貴重な戦力を。こんな強さを発揮してくれたんジャッジメントコンビですよ。いい感じじゃない、いけるんじゃない。ここがね、はいはい、本目ですよ、はい、そろそろクレンダーを、いけ。うわー、もうかぶっちゃったよ。4本目だから、まあまあ14箇所あるから。この2人もなかなかいいコンビですよ。そうだね、子供の頃の回想会とかすごい素敵よね。ちっちゃい頃ね、ジャッジメント入るにあたってね、クロックがちょっとね、私だったらいけますわってワンマンプレーなところがあったけど、うん、協力してっていうのが芽生えたね。そうだね。美坂はね短パン履いてるけど、ウイハルこそ短パンを履くべきだと思う。あんなにねサテンさんに毎回やられるなら、ああなってくると対策を取らないウイハルも悪いよ。サテンさんがやるんだから、もうあいつは。私を時話台の金剛光子と知っての狼藉ですの。ああ、その冷めた反応は。まあ、いい人なんだけどね、絡みづらいっていうね。絡みづらいっていう。だ、はい、フレンダー。はい、こい。うわー、めっちゃかぶってる。うわ、前半調子乗りすぎた。この受け答どら焼きとか売ってるからね。ほら、このどら焼きが売ってるから。こいつが本当金食い虫だ。ただでさえ貧乏学生なのに。めちゃくちゃ腹立つ。ただの大飯ぐらい。ベネチア？おとき腹立つ。わがまま放題で飯ばっか食いやがって。最初記憶失ってすぐの時の、うわぁ、事情も知らんと。金ないのに飯食わせてやって、それなのに頭かじられて。子供だから今まで辛いことがいっぱいあったから、インデックスにはインデックスで。1年ごとにも記憶を消して。頭がちな甘えてもいいでしょ、それくらい。許してあげてよ。あんなに出なかった金剛さんが、今回金剛さんやばいぞ、偏ってるな、調子に乗りすぎだ。ちょっと謙虚に行こう。インデックスの悪口を言いすぎたのかもしれない。
どら焼きが今ね欠品中だったんでね、しょうがない、お団子を買いましたよ。立川といえばセイントお兄さんですよ。セイントお兄さん分かる人いるんかな。なかなかぶっ飛んだアニメですな。クリスマスの日出かけてね、あなたは神を信じますかみたいな。この団子を食べて運を回復しよう。そろそろ流れを変えないと、ね、うん、そうそう、どら焼きがな売り切れてる。下校たどら焼きがないっていうね。そんな定期的に買うやつがおるんか、うん、団子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 。あ、すごい、覚えてるんか。大量のハトバードが狙いに来ている。超ベーシックな醤油です。団子大家族。急いで急いでください。渡って渡って急いでください。忙しいな。でこっちのビルですよ。ここでねエレベーターに乗って上がってもらえれば。このビルの自販機がねなかなか分かりづらいからね。7階です。7階まで上がってください。あ、ここですよ。ほらこれ準備中ってなんだよ。ちょっと待って、がっつり含むの。絶対仲良くないよこの2人。じゃあ別のとこで2個買おう。参ったな、参っちゃったな、こんなはずじゃなかったんだけどな。あそこはあんまり補充に来ないんだろうな。はい、お願いしますよ。ほらようやくようやくミサが出た。これでようやくね4種類だから折り返しだね。すごいレベル5ジャッジライトが流れてる。フレンダのところでフレンダが当たってくれたら。フレンダでフレンダで結局うちの犬が最強ってわけよ。いや、かぶってるよ。ちょっと、あれ17支部があるから、まあ、サテンさん関係ないけどね。サテンさんとミコトはなんであんな入り浸ってるか。あそこ来てんだもん。クロコとウイハルは仕事してんだから。でサテンさんがほらレベルアップはダメ絶対ということで、かわいそうにあんなにいじられて、たった1回の過ちをいつまでも反省してると見せかけて、都市伝説に関してはいまいち反省してないよ。だっていやいや反省します。マネーカード探したりとかやりたい放題ですよ。あいつが原因で巻き込まれてると言っても過言ではないのに。ほらミサカですよ。もうだいぶ揃ってきた。あとだからトーマとクロコとフレンダ、あ、いい感じですね。ほらかわいそうなサテンさん、レベルアッパーダメ絶対。もう懲りてるから本当に懲りてるかな。またなんか似たような噂のあれがあったら多分やるぜ。懲りた上でやってますから。じゃあ懲りてないよ。やっぱり牛乳は無差し。あんな牛乳飲んだら腹下すぜ。よくお腹壊さないわね。かわいいよ。勘弁してくださいよ。もっと勢いに作ってもらわないと。しょうがないでしょうが。このままで来たらもう対策しないウイハルが悪い。やめてくださいって聞かないんだから。でもじゃあもう対策を取らないウイハルが悪い。短パンを履くなり、スパッツを履くなりしてもらわないと。かぶれた、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 かぶる、お前かぶるな。まあ、こっからノンストップで行こうっていう約束をしたやないか。お前が今日かぶっとんのじゃん。ここの公園があの絵のモデルになってるんだ。さっきのあの自販機の。ちょうどここの鬼の顔のとこでサテンさんがウイハルのスカートをしれっとね。あいつ極悪人だよ。危ないよ。ここでそんなことしたら激悪だなあいつ。本当だ、ちゃんと鬼のね。この格好後ろさ広がったから大悪党だよこいつ。ウイハルの気持ちを考えてみんしゃ、かわいそうに。サテンさんポカポカじゃ済まないよ。はい、ということでね、こっちまでやってきましたよ。この子たちの機嫌を損ねると当たらない可能性があるから、あまり悪口は言わないようにそろそろね当ててもらってね。何やってんだお前。やってんだ、遠いんだよ第一ここがよ、駅から。偏りが半端じゃないな。キネットコンビが特に被ってる。ほら見ろ、まあ、こう来たらもうこっちのもんよ。あと2種類、クロコとフレンド。そうそうそう、次行きましょう。お、すごい、フレンダー来た、よっしゃ、あと黒子だけ、あと1種類でコンプリート。サバ缶コンビ悲しいね。サテンさんのあのけん玉の動きにちょっとアニメーション力入れすぎっていう問題がありますけど。はこんなことしてもらえない、恥ずかしいな。全然当たんないなあんた。悪魔のカレーパンですよ。悪魔のカレーパンってなんやねん。この道通るたんびにあんたカレーパンカレーパン言ってる。悪魔のカレーパンってなんだ、悪魔のカレーパンってなんだ。だってなんなんだよ。本当になんなんだよ。ようやくね深い謎が解けますねこれでね。電子レンジで温めて食べてくださいって言われて、温められません。とりあえず公園まで持っていこう。サイクリングバージョン、かわいそうと言うな。スフィンクスが懐かしいね。上条さんにそんな養う余裕はないんだけど。ふわどうですの。全然黒子が全然当たんないもん。こんなはずでは。あと2箇所で最後のところの準備中で引けなかった分があるから、あと3回チャンスがありますから。やっぱ遠かったな、きつかった。あとはもう黒子だけだから。そうそう。とある科学のレールがでい。恥ずかしい。やったやった。コンプリート、初めてコンプリートした。すごい。さあ受け取ってくれ。フール。レールガン関係ないし。全然関係ないし。レールガンで締めればいいのに、なんで殺す気なんだ。
ビジネスホテルの時もね、店員さんが電気つけてくれてね、酒屋さんでもね、ゴミ箱どけていいって言ってくれて、聖地巡礼者に対しての街の人の優しさが半端じゃないで、ここが最後のね、昭和記念公園なんですけど、ここがね、空いてる時間が決まってますんでね、奥の方まで行くと有料で、手前だと無料なんだけども、最後はもう全部揃ってるわけだから、お互い好きなやつを当ててもらってね、こんな早く揃うとは思わなかったな、うまいこと言ったな。こんな早くって残り1箇所だよ、17箇所でギリギリ揃った早くないよ。ケチつけるな人の感動に。違うとこもそうだけど、これ綺麗に拭いてあげた方がいいと思うんだけどな、拭きさらしのまんまサイドの汚れが半端じゃないよ、誰が拭いたりや、これもう気楽なもんだよ、全部揃ってるから。ジャッジメントですの。あーすごいなこれ、今日はこれがすごい当たる、すごい量当たってますけど、うん、私じゃあフレンダーを当てましょうかね。 うちの麦のが最強ってわけよ、こうだー。トーマの場所です、うん、ここは一番最初の頃のベランダに干されてた時でこいつが干されてたことによりさらなる不幸が始まったと言っても過言ではないから、ね、それは全ての始まりだからね。こんなの背負って全くドラゴンボールの亀仙人の修行じゃないんだから。今日ね18巻買ったのをとりあえずちょっと並べてみましょうかね、うん、まだ8本8種類、すごい、すげえ。初めて揃った全8種類ですよこれが。あーようやったな。18箇所回って17箇所目で全部揃えましたね。でも1箇所は変えてないからね、16本買って8個揃ったんだ。結構うまいこと言った方だと思うけどな、今までの感じからして。これがだから被ったでしょ、すごい被ってる。今回は、ね、本当にジャッジメントコンビがね6本被ったからね。全部コンプしたい人は全箇所回るぐらいの勢いで、コンプしたいだけだったら別に1箇所の自販機で何回も買い上げんだから、揃わなかった時は絶望よ。これがね重たいんだこれ。全部回ってね全部買うってなったらね、なかなかのね 4,5 キロになると思うんでね、一人で来る人はちょっと気をつけてください。こんにちは、こんばんは、伊藤です。どうぞ。中道です。ということでね、自動販売機18箇所回ってきたわけなんですけども、うん、立川周辺にもね結構自動販売機あるんでね、うん、そんな時間ないよっていう人でね、立川周辺寄った方はぜひ駅周辺だけでも回ってみてください、ね、ということでここまでお届けいたしましたのは私中道とヨウでした。それではまた次回です。お姉さまジャッジメントですの。お待ちかねの悪魔のカレーパンですよ。すごいな、なんじゃこりゃ。結構スパイシーって書いてあったからね、うん、すごいなこれ。すげえな、何これ、すげえカレーパン、なんじゃこりゃ。いや全部揃いました、記念で。はい、乾杯。これで今回で全部で58本買ってる方に買う人いるんか、そんなに。あうまそう、確かにスパイシー系のカレーの味、うん、あそんなに辛くない。もうね辛くない、パン屋さんのカレーパンって何だ。立川観光協会推奨認定品って書いてある。怖いキャラやな、もっと可愛くできたやろ。こちらがウドラ焼きです。この立川観光に力入れてんだな。ここにだってとある科学のレールガン T って書いてあるってことは、また新しいのがやればその缶も作ってくれるんじゃないかっていうね、うん、あんた持って帰りこれ。嫌ですですはないだろ。嫌ですはおかしいだろ、病気になりますよ。また飲むのか。どんだけでも飲めよ本当。ここのケーキ屋さんが美坂が黒子が入院してるから、大長谷さんの代打で金剛さんに頼んでくれてたっていうのを知ってね、お礼で買ってこうかしらって、もうすんごい人が並んでてね、中から妹が出てきて、こっちの方のすぐ曲がったところの駐車場のところで話してます。あきらちゃんがだから身長が130から140ぐらいだと仮定すれば、こういうことでしょ。すごいバカみたいな。だったらコンクだってもっと低いでしょ。コンクだからこれぐらいで中学生だからこれから大きくなるから。いやあきらちゃんおかしいって。